産業技術ホット情報。この番組は鳥取県産業技術センターが取り組む技術開発の内容や成果を紹介いたします。今回は余った魚の肉を新たな商品にする魚肉接着技術について伺います。鳥取県には様々な水産資源がありますけれども、これを加工する際に頭ですとか内臓、中落ち、ハラス、こういった部分はほとんど有料でお金をかけて処分されていくというのが実態です。例えば中落ちの利用ということになりますと、中落ちの肉をですね、魚肉だけを魚肉採取機という装置を用いまして、それ肉だけを取り出す、こういう方法を取るんですけれども、そうするといわゆるミニチュア状になりまして、魚の筋肉の繊維がとってもこう短くなってしまうんですね。そうすると練り製品用の増量剤くらいしか使えなかったんです。そこで我々はできるだけその筋肉の繊維を壊さないで肉を取りまして、それをくっつけてしまって大型成形化することによって、もう一度魚として復活させると、こういう研究を開始いたしました。実際にその研究を見せていただきました。魚肉の接着を行うには接着剤というのが必要になります。その一つがトランスグルタミナーゼという酵素です。これはもともと魚肉の中に入ってまして、かまぼこ、あの弾力のあるかまぼこができるときに働く酵素ということですので、とっても安全性が高い酵素です。この酵素剤を使っていろいろな試作を行いました。こちらは、アジの刺身用の加工工場よりいただいてきた中落ちです。とっても鮮度がいいんですけれども、ほとんどが廃棄されています。これを魚肉の筋繊維をできるだけ壊さないようにスプーンで取ります。すき取ったアジの魚肉に、こちらの酵素を加えてですね、型に入れて冷蔵庫に一晩寝かします。そうするとトランスグルタミナーゼが、ね、働いて全体がこうくっついてしまいます。一晩寝かせたものがこちら。ご覧のようにブロック状に固まっています。これをどういう使い方をするかということで、スライスしてみたのがこちらです。しゃぶしゃぶ用のアジです。筋繊維を破壊しないで接着してますので、食感等は魚のまま、アジのままのしゃぶしゃぶ用の素材が出来上がりました。またこの技術を使って鳥取県の PR 魚でもあるハタハタの再利用の研究も行われています。アジのしゃぶしゃぶと同じ方法でくっつけたんですけれども、実は皮がくっついてますのでなかなかくっつきませんでした。わざと皮に傷をつけると、こういう方法でしっかりとご覧のようにくっつくようになりました。実際に焼いて食べてみますと、お料理でですね、小麦粉とこうくっつけるという方法はあるんですけれども、今回は魚肉そのものがくっついてますので、食感はまさに魚そのもの、ハタハタ好きの方にはとってもこう好評でして、ぜひ商品化までつながってほしいというふうに期待しています。こちらの赤と白の格子状のもの、この技術を応用してシルバーという魚とサーモンを組み合わせたものなんです。凍ったままの魚肉の間にですね、食塩水と先ほどの酵素を入れまして、それでジュール加熱という装置でですね、電気を通すんです。そうすると電気が通ったところだけ温度が上がりまして、それで酵素が働いてくっつくと。凍ったままですので何回でも実は接着を繰り返すことができるということで、魚肉の鮮度が変わりませんし、これはとっても新しい技術でいろんなことに使えるなということで、今回特許出願、この方法でしました。今回の研究はもともと未利用水産資源の活用ということで開始したんですけれども、実は採肉方法ですとか、接着剤のコスト、こういうことにまだまだ課題を残されてますけれども、アイデア次第でいろんなことが使える技術が今回完成しました。鳥取県にはとっても豊富な水産資源がありますけれども、それを活用する企業さんにとって今回の技術はですね、とっても役に立つものだというふうに考えています。ご興味をお持ちになられた方はですね、鳥取県産業技術センターにぜひお問い合わせください。